まずはじめに安藤君のラインナップなんですけど、はい、今日の世界記録に近いスコアを叩き出した IQ はどの位置に？そうですね、やはり中間の中でもやはりあの行き足が良くて先の収まりもいいかなっていうところで、うん、私はフィジックスマエストロの下あたりに入れたいと思います。はい、わかりました。続いて石原プロ、はい、IQ でも比較的中盤から下のラインナップを並べてもらったと思うんですが、今日の IQ ツアーブルーはどの位置に？そうですね、やっぱりここに入れたいと思います。はい、わかりました。今月発表する IQ シリーズの最新作、投球していただくプレイヤーは石原明雄プロ、安藤ひとみプロでございます。また一ゲームマッチの形でスタイルでやりますので、皆さんお楽しみにしてください。では、どうぞ。皆さん、こんにちは。こんにちは。安藤プロの第2弾ということなんですけれども、はい、やっぱり安藤プロが来てもらうと俺嬉しいな。そう言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しい。ごめんなさい。で、安藤プロ、石原プロに今回投球していただいたボールなんですけれども、 IQ の新しいシリーズで IQ ツアーブルーというボールで、今回も IQ なんで当然 C3 セントリックタルコアで、素材に関しましては、カバーソフトに関しては R2 の X、それのトリッド。ただ、トリッドなんですけども、まあ、いわゆるサンディング仕上げのダル仕上げというんではなくて、光沢がある1500グリッドポリッシュという形で、照明は光ってます。で、投球次第のコンディション、43フィートと。で、安藤プロのレイアウト。アンドプロのレイアウトはやっぱり IQ でも先がしっかり来てるレイアウトで、石原プロのレイアウトは玉なりの一番強いとこういうレイアウトなんですけど、アンドプロ、はい、ヌフフって言われちゃうとなんか次が出なくなっちゃうんですけど、アンドプロ、投げてみた感想はどんなイメージでした？いやー、もう素晴らしいの一言ですね。予算のポイントはいろいろあるんですけれど、先ほどのジェムもあの初投げ300点出ましたというお話させていただいたんですが、はい、この IQ に限っては、はい、299点、300点、269点ともうびっくりするような、もう今後にも先にも出ないんじゃないかなと思うようなスコアを出してくれるようなボールで、ただやっぱり IQ っていうと今まで私はあんまり投げるイメージがあんまりなかったんですけれど、なるほど、というのもやっぱりこうフィジックスとかコードとかに比べるとやっぱりちょっと回転数が弱い私にとっては少しリアクションが弱いんじゃないかなと思ってしまうところもあったんですが、ただこの点数が出るともうそんなことは言ってられないなっていうところで、もうすごくよくよく考えるとこの3ゲーム、はい、頭の300抜かしても800超えてんだね、はい、いやそうですね、びっくりです。299-300-26 ってそうだよね。いやこれすごいね、すごい、いやすごすぎます、びっくりしてます本当に。いや俺が嬉しくなってきたような、いや嬉しいですね、どうもありがとうございます。いやいや、こちらこそ素晴らしいボールをご提供いただいてありがとうございます。あんまり話してるとね、石原プロ。いやいや、どうぞ。石原プロ、イメージはどうですか？そうですね、IQ はもうね、ずっと皆さん使っていただいてるところで、はい、まあ、どっちかというと弱いところのカバーがね、うん、多かったんですけども、まあ、どっちかというと、こう、回転が弱い人もまあ言われた通りにね、うん、まあ、非常にまっすぐ進んで、はい、バックエンドのリアクションというのは非常に強く、あんまり強くはならない。もう回転力の強い人は逆に強くなるんですよね、まあ、そういうところがあるんですけども、まあ、今度ソリッドっていうことで逆に僕自体は、なかなかこう IQ の、下の方を使うことっていうのはなかなかないんですけど、まあそう考えると RX のソリッドっていうことで今回投げさせてもらったボールに関しては今までよりももしかしたら使うチャンスが多くなってきてるのかなと、まあ、やっぱりいろんな、まあ、コンディションができてるちょっと、うん、後半のイメージになると少し、非常にちょっとタイト気味に投げられるコンディションになってる
ば、うんうん、それに使える要素があることになるかな、うんうん、まあ、使える要素って、まあ、この種類当然使えるんですけど、うん、まあ、あの非常に弱いところのパールよりは、うん、まあ、僕みたいなタイプはどっちかというと、まあ、今回の方が使いやすいかなと思います。あの IQ って前も言ったんですけども、やっぱりこう表面カバーソフトにすごい影響されるボールなんですね。で、何が影響される、これ悪いところ、まあ、メリットとかデメリットの話じゃないんですけども、まあ、それ一つ一つの IQ 見たら、ああなるほどなって僕らも納得がテスト段階であって、まあ、それで発売に行くんですけど、まあ、単純に表現すると弱いカバーソフトを乗っけると切れる、まあ、先ですごい切れますねこの IQ ってよく言われる。で、強いカバーソフトに、いや先緩いですね、まあ、まあ曲がりが少ないイメージになる。ただ共通して言えるのは、結構皆さん IQ っていうとオイルが少ないコンディションで使おうとする、まあ、いわゆる試合の後半、それからドライになるっていう感じなんですけど、実はっていうわけじゃないんですが、また今回原点に帰ってと、まあ、ここがウィートなんですけど、トリッド、まあ、弱い IQ を非常に手前の直進性が高いんで、やっぱりこう今遅いから使うんじゃなくて、石原プロが言ったように外目、アウトサイドボーラーの人が外目を使うときに非常に投げやすい、その手前だけ考えると。だけど投げづらさを感じちゃうところって切れちゃう、だから弱いカバートップをかけると切れちゃった IQ をソリッドにしてポリッシュにしたことによって、そこが丸く収まってきちゃった。なんで手前の行き足が良くて丸く収まってくれて、ポケットにダストヒットというのがあるので、まあ今回はね、遅いコンディションだから使ってくれというよりは、まあある程度外目のアウトサイドボーラーだったらぜひ使ってくれっていうのはね、まあある意味同じとこずっと投げれますよっていう、ずっとってことはないんですけど、長いゲーム投げれますよみたいなね、表現をすると、まあ、非常にこの今回の IQ は、やっぱり今までの IQ がダメっていうんじゃないんですよ。今までの IQ と、あ、一味違うなと。で、これをナノトリッドだとか、過去に出たオイルに強い系統の IQ を光らせたらこうなるのかって言われると、いや、そうならないんですよね。やっぱり、まあ今回の R2X っていうのもね、結構あの微妙なところで、今まで IQ って結構 R2S とか、まああのそういう素材を使ってるんですけど、まあ S より X の方が同じ密度の中にある山の数が多い分だけ細かいフレアが起きてきて、光ってるっていうところなので、まあそこもね、非常にミソになるところじゃないかなというふうに思いますよね。またね、質問したいなと思うんですけど、まあやっぱりね、また石原明雄プロから言ってほしいなと思うんですが、はい、IQ っていうと、まあ、石原プロも僕正直なわけってあんまし投げたら見たことないんですよ。なんかね、トーナメント中とか。トーナメントでは少ないですね。そうすると石原明雄プロの IQ の出番っていつもどこなんですか？正直言って、うん、試合の中にはラインナップは、まあ、コンディション以外はベースは入ってない。いや、まああの間違いないですね。はい、まあそれは石原プロだけじゃなくて、普段皆さん IQ ってどの場面で使ってるのかな、男子プロは。やっぱりあのまあ C って言うとデイリーコンディション、はい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 、コンディションの中で使うことはあります、ね。となると、まあ、どっちかというとアウトサイドを投げるときのデイリー。なるほど。手前のオイルの量がそんなに多くない。あ、まあそうですね。あ、うん、そういうときに対応するよと。はい、そうなると、やっぱり自然的にアウトサイド。アウトサイド。やっぱりそこの方がやっぱり過去の IQ でも使いやすいなっていうのは多かったですか？そうですね。基本的に。あの、昔とやっぱり今と、まあ、IQ もだいぶ前から出てる。うんうんうん、やっぱりオイルの量とかがやっぱり昔とはちょっと違う、うんうんうん、デイリー面でとも違うのかな、うんうんうん、まあ、そういう面では、まあ、どっちかというと昔でいうとハイロードとか IQ とかっていうのは非常にもう、まあ、1日の中で使うとすれば後半に来て、必ずなんか後半に回ってきたボールなんですね。でも最近はでも
そういう、うん、後半になる利用量が多かったりして、最初のメンテのコンディションがどういうコンディションなのかっていうことでボールのチョイスもしていくんで、うん、まあ、その辺がちょっと変わってきてるかな、うん、昔は長いゲームをずっと1日の中で何回も何回もやってっていうコンディションが非常に多かったんで、まあ、その辺のちょっと違いがあって、うん、まあ、強いて言えばやっぱりハウスコンディションでそういう外の目のラインでやっぱりちょっと激しくなるような、うん、まあ、コンディションであったり、まあ、ちょっとオイルの、まあ、比較的少ない、うん、ところで投げるケースがあるんですね。なるほどね、はい、まあ、確かに IQ、うん、IQ っていうと全日本選手権ぐらいなのかな、あれぐらいボールの持ち込み量が多いと入ってくるかなみたいなね感じだったんで、ちょっとでね、また販売するにあたっても IQ ってね、実はね、まあ、意外って言い方は悪いんですけど、なくなるんですよ。だから結構アマチュアの支持の方が高いボールなのかなっていうふうにね、ちょっと思ったんで。意外と僕たちも、まあ、こういうコンディションでアウトサイド投げるんだなっていうことを結構お勧めしたりね、うん、するんで、まあ、非常に、でも僕は、まあ、普通に考えればアウトサイド限定するわけじゃないんですけど、うんうんうん、非常に僕は、投げやすいところのボールだとは思う。なるほどね。はい、あの質問。アンドプロに質問になるとね、これね、ボールから取れちゃうから、ね、でもやっぱりさっきの、あれに戻るんですけど、やっぱりこう、ゲームを投げて、ね、はい、IQ 投げて、300点、はい、299点、はい、300点、まあね、269点、はい、ゲームは1ゲームだったんですけど、残りの4、はい、ね、3ゲームは IQ だよっていうことを聞いて、はい、結構その投げてる感じの時って、はい、当然コンディションが変わってくるじゃないですか。そうですね、当然、うんうん、その動き幅って今思うとどれぐらいだったんですか、ね、中によるとか。いや、でもそのコンディションの変化を結構透明ボールのその時のコンディションが、はい、40フィートで割と変化を感じやすいなとか思っているコンディションだったんですけど、はい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 、はい、普段だとね。そうですね、IQ ツアーブルーを投げていると、はい、もう変えたとしても立ち位置で1、2枚を変えるぐらいで、同じことずっと投げられた。そうですよ、ラインのイメージをほぼほぼ変えずにもう3ゲームそのスコアが出たっていう形だったので、終始安定した軌道。おお、そうですね、なるほどね、はい、これね、これハンドプロに話したことあるかな、最近はちょっとデータ取ってないんですけど、昔ね、データ取った時に、まあ、オイルって実際どれぐらいでなくなるのっていうね、なくなるって言っても連場から全部なくなるわけじゃないんですけど、落ちる位置、ボールが最初に落ちる位置、いわゆる手前ですね、それが、まあ、ポリッシュのボールとかでは非常に長い時間はあるんですけど、例えば表面が500番サンディングのボール、そうすると5球か6球でもうそのオイルなくなるんです。で、そう考えていくと、素材感覚とか中玉とか全く無視して、表面のカバーストックの粗さだけなんで、1500って言っても、実は1ゲームから1ゲーム半でなくなるんですよ。間違いなく。まあ、いわゆる15投とかね。こと、299ってことは、何回投げたの？うん？って考えると、2ゲーム目、3ゲーム目には変わってるはずなんですよね。そうですね、コンディション、はい、なのに変えなくて投げられたっていうのを、はい、うん、それもね、僕びっくり。そうですね、しかもレーンコンディション確かに1ゲームごとにしてるんですけれど、はい、それでもレーンの違いみたいなものを他のボールに比べてとても感じづらい。あ、とてもこのどのレーンを投げても、うん、同じような感覚に感じさせてくれるような感じでしたね。なるほどね。ちなみにもう一つの質問って、それレーン移動あったの？そうですね、ですよね、はい、まあ、当然同じとこずっと4ゲーム投げたわけじゃないですね。そうですね、レーン移動あってのってことですよね、はい、やっぱさらに凄さを増しましたね、皆さんね。いや普通やっぱなかなかレーン移動して、そこをまあ同じところは皆さん投げるんでしょうけど、うんうん、やっぱりどうしてもそのレーン移動した先って自分と違うタイプが
当然投げてるところが多いんで、うんうん、コンディションって変わるんですよね、うんうん、でそれでもなおかつ安藤プロラインがここにあったっていうねそうですね、終始センサーが引いてあった。そうですね、線がうっすら見えたような感じが、はい、してましたね。やっぱりね、安藤プロクラスになると線が見えるんですよでもそれぐらいですよね、はい、石原プロね、うん、まあそうですね、やっぱり点数、僕はもうしばらくその点数出てないですけど300点なんてねまあでも非常にこう、まあこう映ってもんでもそういう安定して投げられたってことは、うん、やっぱりその状況がね、すごいいい状況、なるほどなるほど、状況だったんでしょうね。あとね、もう一つ最後に質問していいですか。あの皆さん見た人は見たんでしょうけど、フェイスブックで5つの神様が書いてあったんですよ、ね、4ゲームですよね。なんで5つの神様なの。そうですね、やっぱりあの、はい、神様が今日はいたなっていう日ってあると思うんですけれど、やっぱりアンドプロの中でそうですね、はい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 、もう1人どころの話じゃないなっていうところで、はい、もう言っても5人くらいの神がいないとこんなスコア出ないなっていうふうに思ったんですね。そういうことね、はい、1ゲームで1人の神じゃなくね、はい、もう5人くらいの力がなければこんなスコア出ないと思うじゃあ自分以上の力を出してくれたっていう、そうですね、あそれがこのボールでっていう感覚もあったってことですね、はい、そうですね。でもね、本当にね、皆さんもぜひね、いろんなボール開けてくださいというのもね、お金使ってくださいっていう話なんであのけど巡り合わせはあるんじゃないかなと、はい、思います、いうふうに思うんでね、ぜひね、前投げたボールも引っ張り出してきたりね、うんうんうん、今持ってるボールも表面加工もしたりね、いろ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 やってみてね、自分に何が合うのかのも見つけてもらうと、うん、もしかしたらアンドプロよりは上がないかもしれないけど近いスコアがね出るんじゃないかなというふうに思います。でまたね、最後にアンドプロが使ったこのボールじゃじゃんではないんです。残念。残念なんですけど、やっぱ記念のボールはね、記念で買っとかないといけないんでね。今、安藤プロが持ってるボール、またね、何回もやるじゃないですけど、ボールプレゼント、今回のシリーズで最後になります。で、また新しいシリーズでね、皆さんに還元をしていきたいなと思います。で、今回の IQ ツアーブルー、今回のお題なんですけども、でもね、やっぱこう何回も言うわけじゃないんですけど、その安藤プロの4ゲームのトータルスコア何点だったでしょうっていうのは、やっぱね、これ僕何回聞いても嬉しいし何回聞いてもすごいなと思うんで、この5人の神様が降りてきてくれた4ゲームのトータルスコアがいくつだったでしょうっていうのが今回のお題になります。またぜひね、皆さん応募してください。やはり2本目も安藤プロといえばこの締めということで、元気よくですね、はい、皆さんが幸せになってもらうようにやっていきたいなと思います。はい、いきます。はい、あ、安藤プロから掛け声ですよ。はい、じゃあいきます。はい、はい、幸せー